はい、ちょっとやばいことが今起きました。でママがドキドキしてる。ママが振動がドキドキしてやばい。ママがスシローお昼ご飯に行ったんですけど、うん、そこでクレジットカードを忘れてきました。やばくない？いや、ほんまに、そんな人いる？びっくりしたから。なんで？今お会計しようと思ってクレジット出そうと思ったら、うん、なかったわけ。うん、え、どこってなって、もう財布をひっくり返して探したけど、うん、なかったわけ、うん、ほんで、わ、絶対スシローやって思って電話してん、うん、ほんだら、ありますって言われました。なあちゃん、ん、やばいっす。そんな人いると思う？いると思わへん。普通さ、ピピ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 ピみたいななるやん、うん、だからその音も見逃してんねんな。やば、疲れてるわ。マジやばい。なあちゃん、今日の動画は、クレジットカードを取りに行こうの動画です。クレジットカードも取り返して取り戻せ。いや、ここ京都やから。京都、京都だよね。京都、せっかく来たの。え、晩ご飯スシローでもいい？またお昼スシローやったもんね。クレジットカードはさすがにないか。財布とかはあるよ。財布を待って、財布どこ？ヒラパーやわ。ヒラパーで忘れてる。鍵、鍵、鍵は、あ、こ、あの、レゴランド。いや、長いって。あ、違う、ここじゃんよ、思って。ここじゃん、ここじゃん。ヒラパーで鍵をなくして、違う違う、ヒラパーで財布をなくして、レゴランドで鍵をなくす。ほんで今、スシロー、京都の、あ、スシローでクレジットカードをなくす。病気です。病気です。やばいな、なちゃん。どんどんエスカレートしていってる。エグいねんけど。まあ今とこ全部戻ってきてるから。戻ってきてないから。鍵とか再発行してもらってるから。鍵はそうやった。再発行する。ごめんな、なちゃん。ちょっとな、戻らないか。申し訳ない。どこかここ。あれ？やばい、車どこ？次、車の場所がわからんから。車どこ止めた？今日あかんぞ、呪われてる。やばい、車の場所今度ない。何じゃ、今日呪われてる。車がないぞ。今日呪われてる。探して。やばい、ちょっと待って、呪いがかかってる。何じゃ、車探して。ケノコの呪い。これ何の呪い？サダコ。これサダコの呪い？うん、だって前さ、サダコの呪い乗ったから、サダコになったの。サダコに何も悪いことしてないで。サダコになったの？呪われる。え、なった？嘘、もう。嘘。あ、ここじゃん？ここも。ここもあれやわ。あ、来たかも。系列やわ。系列。あ、え、なった。ちょっと待って、あの辺や。そこや。あった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 。あ、もうびっくりした。うちの悪い癖、いつも駐車場が。俺は、俺が運転の時は確認するんだよ。なんかやわ。死ぬ？ママが悪い。え、ママも悪い。ママが悪いよね。自業自得や。自業自得やって。どうする？その通りやわ。ちょっと買い物したかったのにな。せっかく来たし。カードがないから買えないわけです。この重大さんは分かってないやろ。他の人が奈々ちゃんたちのお金でお買い物し放題の状況や。バラれたらどうすんの？いける。テンション下がるわ。言ってる間に。いや大丈夫、ちゃんと保管してる。店長さんも言ってた。あの、来ていただいたらサインいただくんで。なんでサインの？やっぱクレカっていう落とし物やから、一件お預かりしておりますって言ってて、もうホッとしたもんな、その時点で。いや、そういうのいいですけどねって言われて、もうさ、どうしようかなと思って、ほんまに。もうパパに、私のカード会社に電話してって言われて、止めてって言われて、って言われて、なんでできひん？止めてって言うしかないな。それしか方法なくない？止めるしかない。止めるしかないな。どこに？カードを使えなくしてもらうしかないよ。駐車場にハサミで真っ二つに切る。一緒じゃあ、奈々たちも使えなくなるやん。いや、だから新しく作るしかない。そう。でも、そう、作るのってお金かかるよね。知らん。確かに、サーバーって。ママハス、知らん。イエー。来ましたよ。はい、着きました。ちょっと、出てきた。どこにある？今、店員さんに見に行こう。クレジットカードを切る忘れて。あ、すみません、少々お待ちください。はい、あります。ああ、よかった。ほんまにもうな。お待たせしました。こちらでお間違いないですか？
そうです。ありがとうございます。すいませんもう。どこですか。こちらにいただければ。ここに。はい。ありがとうございます。あ、そうです。すいません。行かせてもらいました。その前。マジで。まさかの。知って、お姉さん知ってはるねんって。奈良ちゃんのこと。ありがとうございます。めっちゃ恥ずかしい。くれかわする申し訳ない。いやもう、あってよかった。すいません、ごめん、おかげして。もうすいません、ありがとうございました。ありがとうございます。奈良ちゃん、なんかここ見た光景やな。なんか見たよな。ちょっと昼間さ、お友達のとこと一緒に食べに来たよね。え、ママ記憶違い？うん、昼間、来たよな。昼間38番か30何とか番で、ならパパが今座ってるところ座ってて。ママの人生で初めて、昼も夜も寿司は初めてやわ。はい、ならもパパハッピーピースです。これは、ナナちゃんどうしよう。また寿司ローですよ。いや、もう明日はずっと一番です。ちょっと当分はもうお寿司はやめとこうか。もう好きだもん。ちょっとお願いしないと。まあ疲れてる。ママの、あ、じゃあ次の企画はママを休息させてあげよう企画と。低評価します。いやー、スシロー久しぶりやな。辛いな。昼も夜も寿司って辛いわ。うん、嬉しい。2回スシロー嬉しい。パパを忘れて帰ろうか。ほんならまた明日の昼取りに来ますよ。なあ、どう？ああいうことやね。パパも歩けるから忘れるとかないわ。はい、奈々ちゃん、じゃあデザートですね。デザート何？アイス。アイスですね。どうですか、1日2回のスシローは。もうゴリゴリやな。明日晩ご飯どうする？明日お昼はまあとりあえずスシローかな。晩ご飯焼き肉。はい、忘れ物をよくしようって子はコメント欄で教えてね。この動画を教えてもらったら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくね。バイバイ。リンジャリンジャリンジャドロン。切れたよ。ドロンしちゃった。